皆さん、こんにちは。こんばんは。ミッキーでございます。ダヴィンチリゾルブ使ってるんですけどもですね、そんなにね、こう、上手じゃないんで、こう、チュートリアル動画みたいなの作れないんですけども、ちょっとカラーグレーディングがね、なかなか、思うようにいかなくてね。なんか言う方法ないかなって考えたんですけど、パッとね、ひらめたんですよ。好きな映画のね、色味に似せる方法っていうのをね、思いついたんでね、ちょっと紹介したいと思います。一応ね、他に、なんかでも、誰でも思いつきそうなやつやから、誰か先に やられてるかなと思って、検索したんですけどね、まあ、特に、私が探す範囲ではね、やってる人いなかったんでね、もしかしたら、俺が、あれかな、世界で初めてかなとか思いながらね。ちょっと紹介したいと思います。まあですね、そんなに面倒くさいことはしないんですけども、まずまあ、色を変えたい素材をタイムラインに入れていただいて、あとね、まあお気に入りのね、写真をね、どっか適当にタイムラインに入れちゃうと。まあこんな感じですね。まあ、これ、ストリートファイター、ファイヤーっていう映画なんですけどね。でね、カラーグレーディングのページ行くとね、まあ、こんな風に映ると思うんですけども、コントロールキーを押しながら、こうですね。で、右クリックすると、こうね、クリップにショットマッチっていうのがあるんですよね。これはもともとね、タイムラインに入ってる、そのクリップの、その色味の違いをね、こう、平坦にする機能なんですけどね。これをね、写真に、こう写真を、まずメインで選んで、変えたい動画に、コントロールで選択して、ショットマッチと。まあ今ね、これで OK です。で、もうこんな写真はもういらないんで、カットすると。するとね、ちょっとうっすらと緑がかった動画になってるという感じですね。こんな感じで。簡単でしょ。でね、まあそんなね、これ見てもらったら大きく色変わってるわけじゃないけど、メリットとしてはね、字幕がすごい見やすくなるんですよ。白い字幕がね。ですんでね、ちょっとだけでもね、色味変えるとね、文字がね、すごい見やすくなるんでね。まあ一回ね、試してみてください。でね、いろいろ試したんですけどもね、写真、この写真はね、うまくいったんで撮ってあるんですけどもね。もういつもね、この写真のうっすら緑でね、調整しています。人物が写ってる写真の方が、うまくね、なんかハマりやすい感じですね。風景だけとかね、極端な色のやつはね、あんまり、ちょっと、あまりにもちょっとね、不自然な感じになるんで、なるべくね、この画面に写ってるものとね、同じだけど色味が違うっていう写真をね、選んでもらった方が、うまくいくかと思います。ではね、まあ説明はね、もう単純にほんまこれだけなんでね、私のね、お気に入りの、写真のね、パターンをね、ちょっと何パターンか紹介したいなと思います。